高校受験はどうするの？病気のせいで将来の夢を変えるなよ。人と人との助け合いがいつまでも巡り続ける。すべてが今では大切な私の宝物。戦わんばいかんね。それは何気ない日々に突然訪れた。首の痛みが引かないな。病気になんかなってごめん。私が告げられた病名は白血病だった。でも私にとってはどこか他人事のようで、治療を受けることの苦しみをまだ想像できていなかった。治療を続けていくうちに食欲が減り、体力は落ち、座っていることもできなくなった。抗がん剤治療を始めてしばらく経ったある日のことだった。高校受験はどうするの？病気のせいで将来の夢を変えるなよ。始まったばかりの闘病生活、先が見えない暗闇の中、一筋の光が差し込んだようだった。小児科病棟にある院内学級で学習を再開した。そこには入院中の子供たちが在籍し、諦めかけていた夢をもう一度追う勇気をくれる仲間がいた。院内学級の仲間、両親、学校の友人や先生、たくさんの人が支えてくれた。苦しい闘病生活は続いていたけど、第一志望の高校に受かるという生きる目標に迎えることが幸せだった。そして目標に向かい病気と戦うには輸血が必要だった。私も勉強頑張ってみると言った子。いつもは強がって、ともかちゃんのことなんか大嫌いというのに、またねと言って再会を誓った子。一緒に闘病していたたくさんの友達、絶対治してやるけんなと言って前に進む力を与えてくださった主治医の先生、常に笑顔で私に向き合ってくれた家族、一生懸命生きている仲間や様々な言葉、そして誰かの思いに支えられて今の私がいる。誰かの未来のために届いてほしい。誰かの可能性を広げるために届いてほしい。あの日私を支えてくれた思いや行動は今もこうして巡っている。命をつなぐ、感謝をつなぐ。